さんじゃ僕だ。お見事コロンバス。あ、やばい。コロンバス、ただし車の正面が12時、後ろが6時、頼んだぞ。よし。心配ない。こっちがあっちを怖がるよりあっちの方がずっと怖がってる。そんなわけないでしょうが。 ねえ、私何する？チアリーディングでピラミッド作るだろう。ええ。3人がピラミッドの土台になるよね。そうね。お前が何しようと知るかい。邪魔すんな。オッケー、8時だ、8時。正面が12時？そうだな、ごめん。あー、2時だ。あ、11時。あー、7時半。6時だ。6時、僕が撃つ。まずい、1時15分、30分、20分、あっちにいたよ。なんで時間教えてるの？11時。12時。6時。2時だ。8時。6時だ。うそ。ありがとう。どういたしまして。1時だ、2時半、3時、1時。3時は僕だ。お見事コロンバス。1時、10時半、11時、11時。いや、あれはホーマーだ。11時はほっといて、弾が無駄になる。ホーキングだよ、ホーキング。え、ホーキング。おー、やばい。命の恩人よ。いいよ、落ち着いて。ええ、ほら、タル、1時だ。失礼、ピンクちゃん。まだ始末しきってねえんだ。なんだよ、クソ。避けようったってそうはさせねえ。これが最初に遭遇した T-800。 ターミネーターから取った名前だ。あ、タラハシ。ね。T-800 は突然変異したゾンビで、より早くより強く殺すのも難しい。1たす1は今でも2だろう。こいつらは最強の捕食者、食物連鎖の頂点だ。獲物を必要に追ってくる。ターミネーターの T-800 と同じで、ロックオンした相手を殺すまで止まることはない。この薄汚い死に止まらない。T-800 を見たことで、ギターを持ったヒッピーと一緒のリトルロックが一層心配になった。